M272M35M272 エンジンはメルセデスベンツの V 型6気筒ガソリンエンジンの系列である2004年の SLK に搭載されてデビューしたシリンダーブロックはアルミ製のディープスカートタイプでクランクベアリングは4.4時になっており V 型6気筒エンジンでは例の少ない90度のバンク角を採用しているこれは 同シリーズの V 型8気筒エンジン M273 と共通化しコスト削減を図ったものである。なお、各スローの体になるクランクピンを30度ずらすことで等間隔燃焼を実現している。また、左右バンクの間には回転数によって吸気環境を変化させる可変吸気システムを採用したマグネシウム製吸気マニフォールドが収まっている。全盛代にあたる M112 では排気ガス対策のため、熱容量が小さくなる3バルブを採用していたが、M272 では DOHC の4バルブになっている。カムシャフトはチェーンで吸気側のみ駆動され、排気側はギアを介して回される。また、メルセデスベンツとしては初めて吸排気ともに、可変バルブタイミングシステムを採用している。バルブは、ローラーロッカーアームを用いて作動させる。なお、 排気バルブにはインコネル材を使用している。E クラスを筆頭に C クラスや S クラスなど幅広い車種に搭載され、2000年代後半から2010年代前半にかけてメルセデスベンツの中核を担ったエンジンである。ほとんどの車種で7速 AT と組み合わされているが E クラスの E354 マチックアバンギャルド E354 マチック。 アバンギャルドステーションワゴン V350 は5速 AT である。このエンジンを搭載したモデルは、平成17年排出ガス基準75%低減レベル、認定を取得している。このエンジンを搭載したモデルは、平成17年排出ガス基準75%低減レベル、認定を取得している。M272M272M30。ありがとうございます。